あれ、なん、この色、お前赤丸の時よりびっくりしたってばよ。お前ら人間の成長が遅すぎるんじゃ。あの一番でかいのか。さくらちゃん、ついに白豪の印を発動できたのですね。まさかもう一度口寄せ三すくみが見られるとは思わなかったな。行け、雷に勝てるのは風だけだ。いや、当たった。風車のような手裏剣に漆の光沢より黒い矢、名付けてシャクトン。サスケの言ったこと、君も見て聞いていただろう。彼の本当の狙いは何なんだ。最前線なんてまっぴらごめんだっつーの。随分なざまね、ツナで。うえ、でっかいナメクジ。今はナメクジより五影のことだろ。サスケ君と話してこっちに連れてきたのか。そんなに不服。ナメクジ見たら塩かけたくなるもんでしょ、誰だって。ツナデ様、あれ、五影ってババアだったっけ。うげ、カツイ、私は五影の処置をしにここへ来た。わかりました。あなたを信じましょう。マンダと違って物分かりがいい。皆さん重傷で、なかなか。あなたがいてなぜ回復がこの程度なの。今の綱手様はすごく弱っておいでで、私の力を十分に発動できないのです。口寄せが溶けかかっているのをどうにかこらえつつ回復に集中している状態です。バラす方が得意なんすけど。人型の分お前の方が気持ち悪いし変だろ。サスケ以外に噛まれるの嫌だな。うちあサスケ好きを公言したね今。サスケに噛まれる前から歯型だらけだろ君。うっせ。あなたたち、さっさとなさい。私の蛇で縛り上げ、口から入り込んで体を乗っ取るわよ。綱手様、もう大丈夫です。里を裏切ったお前が今更なぜだ。昔は自らが風となり風車を回したいと思ってたわ。その風を楽しむ前に密封されたくはないからね。まさかお前に助けられるとはね。そんなこともあるわよ。
岩隠れのドトンはやがてこの山を崩す。だから私が医療忍術を。綱で今は戦争よ。一人ではダメ。二人ならなんとか。三人じゃ私が時代を。一歩でも動けば私がお前を殺す。あなたと私どちらが先手を取るかで決まる。ジライヤはもう。私は。それか、その前に死ぬかの二つ。お前がもっと早くそうなってくれたなら、ジライヤも死なずに。それはそれで、一枚岩じゃいられない。どこかに歪みができるものでしょう。まあいい。回復させてくれたことには感謝する。私が戦況を報告します。お前どうやって戦場に。私たちはもう行くわ。あなたは影たちの回復に集中することね。